は、明治大学公認の応援団である。1903年旧制一校が、横浜外人クラブと横浜外人、居留地運動場で行われた、野球試合に、当時開通後間もない汽車に乗り込んで、横浜へ行き応援したのに始まると言われる。1890年春、東京、隅田川で挙行された一校対東京高等、商業学校のボートレースにおける応援が、 始まりとも。その後、相談野球部が、米国遠征の時、彼の地で応援団が、組織化され大掛かりに行われているのを見て帰り、フレー、フレー、ワセだとやったのが、今日の応援団の始めと言われている。その相談に突然対抗馬として現れ、たちまち本命となったのが、明治大学応援団である。1921年。 第11回エイトランディングボートレース開催の際に、早稲田大学に対抗して応援団が組織され、1922年に愛と正義を標榜して、学内の推進力になろうを目的として、正式に明治大学応援団として発足した。門付袴姿での3、3、7拍子は、元来は相撲部出身で初代団長となった。 相馬はじめが創作した応援形式で肩より上に両手を広げて柏でするリーダーテクニックも相撲の白縫い方を相馬が取り入れたのが原型とされるこのように明治の応援形式は他校の応援にも広く導入されることとなる設立以来東京六大学野球や箱根駅伝など学生スポーツの応援のほか 関東大震災の際の僕を復興運動などの活動を行う。昭和初期より専門部と学部との対立から分裂して組織の体をなさなくなり、やがて太平洋戦争の激化で大学の教育活動が中断されたため自然消滅する。終戦後の1946年敗戦による無気力な雰囲気が漂う中、 学徒動員から復学した、八巻京介の呼びかけで応援団が再建された。1949年には吹奏楽部を設置し、神宮球場での東京六大学野球の応援に、国内初めて、ブラスバンドを導入する。また、嵐の拍手と呼ばれる、独特の力強い応援形式も作り上げられていく。その後、不明瞭な会計をめぐり、 数年間にわたって、再び組織が分裂する。その派閥解消後の1963年、外国の応援形式の研究を経て、日本で初めて、バトントワラーズが設立された。こうして、リーダー部、吹奏楽部、バトンチアリーディング部の三部体制が確立し、伝統の上に、新しい応援テクニックを率先して導入していった。平成に入り、 後派の典型とされた明治大学の学生気質も変化していく。それとともに厳しい規律で知られるリーダー部の入部者数は減少し、部員の負担は重くなっていったが、部内の体質は球体依然たるものがあった。こうした中、2007年7月、理工学部3年生の元団員が実家で首吊り自殺した。元部員は前年12月に、 団長から暴行を受けた直後に自殺未遂を行い、一旦帰省した後、同年1月に団長に対談を願い出たが強い、遺留に遭い、意思を明示できないまま実家に戻り、再び自殺未遂を起こした。この結果、対談が認められたが、心的外傷後ストレス障害のため4月からは、大学を休学していた。大学は自殺発覚後に調査委員会を設置し、9月に、 リーダー部の伝統的な体質に問題はあるが、いじめはなかったとする調査結果を発表したが、当時の団長による暴力行為があったことを認めて、リーダー部を無期限活動停止処分とした。しかし12月になって、さらに1学年上級の元団長らの下で、軍歌が流れる部室内で、 学生服の元団員らが下半身を裸にされ、上級生からバケツに入った熱湯と冷水を局部に交互にかけられる様子が収められているビデオテープが発見されたことが報道される。この結果、調査委員会は元幹部や団員らに事実確認するなど、調査のやり直しを行った。関係者によれば、元幹部は元団員への暴行について自殺の一因かもしれないが、 全てではないと主張した。結局、明治大学は前年9月に発表した調査結果を修正し、社会通念上を許されない行為や暴力行為があったことを確認しました。応援団リーダー部は上級生部員が絶大な権限を持つ非民主的な組織であり、本人の意思を尊重しない活動が行われていましたと発表した。さらに、 現在のリーダー部の排他的体質では到底、改善の見込みはないと判断し、2008年1月に、応援団リーダー部を配部解散処分とした。また、団員自殺当時の応援団部長、副部長はすでに辞任していたので、課外活動全体の責任者である、学生部長に対して、注意の処分が行われた。また、元団長以下の幹部学生に対しても、 無期定額などの処分が加えられた。2009年4月24日、自殺した元団員の両親は、当時の団長と大学に対し、約9900万円の支払いを求めて、水戸地裁に提訴した。大学との間では、2011年に時短が成立している。リーダー部の無期限活動停止以後、 明治大学応援団は吹奏楽部とバトンチアリーディング部の2部体制となった。また、加害活動組織としても独立した状態ではなく、運動部からなる、明治大学体育会の一団体に編入されている。2007年6大学野球周期リーグ戦では、リーダー部無期限活動停止のため、明治大学の試合のみ、エール交換が中止されたが、2008年、 春季リーグ戦では吹奏楽部員の団長がリーダー部に代わってエール交換を務めている。また、使用が差し止められた団期に代わって大学から後期が与えられた。ちなみに、この時のリーグ戦は明治大学が優勝している。6月に開かれた第55回、6期のもとに、は他の5大学応援団の理解のもとで、 リーダーを書いた状態での明治大学応援団の出場が特別に許された。2011年12月11日、明治大学応援団はじめ団90周年記念式典に合わせて第57回試魂の集いが明治大学駿河大キャンパスのアカデミーホールで開かれた。その際、団長より原点回帰が誓われるとともに大学側から キューリーダー部に代わって応援指導班の設置が公認される旨発表があった。こうして新設された応援指導班は吹奏楽部とチアリーディング部の下部組織として2012年4月から活動を開始している。当初は2から3年後には部へと昇格し2部一般から3部体制への復帰を果たす予定とされていたが2021年現在も 体制の変更はなされておらず、段端の使用も再開されていない。また、2011年12月の新団長就任に合わせ、正規の団体名は、明治大学応援団から、明治大学応援団へと新時に改められている。効果の指揮を取る山田工作産経新聞、元幹部の暴行ビデオ発見自殺の命題、元応援団員産経新聞元幹部の、 暴行ビデオ発見自殺の明大元応援団人、毎日新聞応援団暴行、両親、元団長相手取り9900万円損売提訴、産経新聞、明大の新応援団6大学リーグ圧勝で、出直し戦飾る明治大学、応援団効果、応援歌紹介。ありがとうございます。